まず僕にとってのカッティングとはですね、まあ、エレキギターでリズムを刻むイメージなんですよね。最初に思い浮かべるのは、日本人だと山下達郎さん。例えば名曲、スパークル。いいですよね。アース・ウィンド・アンド・ファイヤーもアル・マッケイさん。カシオペアの野呂一生さんもめちゃくちゃカッティングうまいんですよね。朝焼けとか最高ですよね。エレキの業界だと、カッティングっていうと、こういった、コードワークを中心にしたリズミカルな演奏や、演奏スタイルを指しますよね。ちなみにですね、エレキギター博士っていうネットのサイトの説明が非常に的を得てましたんで、引用してみますね。カッティングは、ブラッシングや休符でアクセントをつけて、歯切れよく音を短く切る演奏方法のことです。手首を柔らかく使い、ストロークし、ファンキーなサウンドになるのが特徴。和音コードを使用し、リズム感覚が重要になる奏法で、様々なスタイルの音楽で用いられます。っていうふうに書かれてます。で、ウクレレ、あるいはアコギでもですね、カッティングは使うんですよ。使うんですけれども、エレキのカッティングよりもっと実はテクニック多彩なんですね。で、ウクレレだと、カッティングはですね、一曲通じて使うっていうよりも、曲中の要所で使われる場面が、どちらかというと多いかなっていうふうに見受けられます。そのせいもあってか、人によってなんですけども、カッティングっていう言葉を個別のテクニックを指す用語のニュアンスで使う人もいらっしゃるように感じるんですよね。例えば、完全に誤解なんですけども、ブラッシングのことを指してカッティングって呼んでるブログもあったりするんで、エレキ畑の人からすると、そういう記事なんかについてはすごく違和感を感じるじゃないでしょうかね。で、僕自身、カッティングはすごく多用しています。っていうかですね、使ってない曲の方が少ないんですね。なんでかっていうとですね、カッティングを使わないと、私、ロックな曲調を中心に、カバー結構上げてるんですけども、ロックな曲調を演奏してもロックっぽく聞こえないんですよね。ロックはやっぱりリズムが重要なんですね。それには音を切ること、つまり休符の表現っていうのがとても重要になってきます。ファンクみたいにね、明らかにカッティングする曲じゃなくても、僕はほぼ100%カッティングを使っています。コードリフを弾く場合でも、ロックっぽく弾かせるためにはカッティングが重要になってくると思います。さてと、僕がですね、カッティングをとても重視しているってことは、分かっていただけたかなというふうに思うんですけども、この動画では、カッティングっていう言葉はですね、演奏方法、つまり、メソッドとかメソドロジーっていう意味合いで使っていきます。方法論っていうことですよね。なので、ブラッシングやカッティングミュートっていうね、個別のテクニックは、このカッティング方法論、カッティングメソッドの中に含まれるっていうふうに考えてください。あるいは、そういう個別のテクニックの総称が、まとまってカッティングっていう理解をしていただいても構わないかなと思います。それとですね、カッティングは基本的にコード伴奏の1形態ですので、右手のストローク、つまり、ストラミングを必ず伴っているっていうことですね。じゃあ、カッティングに含まれるテクニックですね、5つおさらいしておきましょうか。まず、ブラッシングです。ブラッシングはですね、左手を軽く弦に触れるだけにして、こういうノイズを出すことを言います。リズムを強調したいときに使うんですよね。音程感がなくなるので、よりリズムが強調されてきます。左手はですね、できるだけ広い面積で弦に触れるようにするのが肝ですかね。私は、手のひら全体というか、実際には指4本使っていることが多いんですけども、こんな感じで左手を使うことが多いですね。1本だけだと、音は出てないっていうか、弦は鳴ってないんですけども、この本当に純粋なノイズだけ欲しいので、できるだけ広い範囲で抑えて、ノイズだけが出るようにしてください。これだと、余計な音が出てる感じしますよね。
これはダメなので、できるだけたくさんの面積で押さえてください。次、ミュートですね。ミュートは弾かない弦を軽く触って鳴らさないようにするっていうのをミュートって言います。例えば4弦全部の開放を弾くと Am7 ですけれども、4弦だけ例えば中指でミュートしておく。これだと3、2、1弦が鳴ってますけれども、4弦は音が出てない、こういうのをミュートって言いますね。ソロ弾きで使えることが実は多いんですよ。こうハイフレットを弾いてるときによく見ると、親指で4弦を触れてらっしゃる方多いと思うんですね。まあ、弦って、ボディを介して全部つながってますから、他の弦が鳴ってる間に、つられてこう鳴り始めちゃうんですよね。共振するっていうか、共振を抑えるために弾かない弦をできるだけ指の先とか右手の腹とかで触れて音を出さないようにしとくっていうのが、まあ、ソロギターとか、まあ、あるいはソロのウクレレを弾く方の、まあ、基本的なマナーというかですね、皆さんそうやって、余計な音をできるだけ出さないようにしてらっしゃいます。でカッティングの場合もミュート使うんですね。例えば Em、こうですよね。皆さんこう押さえますよね。ただこれだと余弦が開放弦になっちゃうじゃないですか。1、2、3弦は、指で押さえてあるんで、音を切りたいときは浮かせればいいんですけれども、4弦が、何も押さえてない、つまり開放弦っていうことで、これなんかホワーンって音が残ってますよね。これは1、2、3弦をしか弾いてないんですけども、結局4弦が共振して音が残ってるんですね。これだとそのカッティングで追求したいこう音を鳴らす、止めるっていうメリハリがつきづらくなっちゃうんですよ。ですので、余計な音を出したくないって時に、例えば Em ですと、1弦の2フレットと4弦の開放、これ同じ音なんですね。なので4弦を省略したいっていう時には、皆さんが押さえてる Em のフォーム、ここから親指をこう握り込んで親指でミュートする、あるいは薬指の先でミュートする、この違いですね。4弦をミュートしておく。まあ、他にもですね、開放がコードワークの中に混じっちゃう時に、空いた指で開放弦をミュートして鳴らさないようにしておくっていうことも一つのテクニックとして使われます。ただウクレレの場合ですね、ギターと違って弦と弦の間が結構広いんですよ。ですね、ギターですとこういうふうに弦押さえれば、普通は薬指の先っちょで4弦をミュートできるんですけども、ウクレレはこう弦の間が広いので、薬指でミュートするのってなんだろうな、逆にこう3弦の押さえが甘くなっちゃったりして意外と押さえづらいんで、私の場合はまあだいたい4弦は親指でこうミュートするようにしています。で次がですね、カッティングミュートですね。カッティングの中では一番肝になると思います。先に説明したミュートっていうのはですね、そもそも弦を鳴らさないためのテクニックなんですけれども、カッティングミュートは違って鳴らした音を止めるためのテクニックです。例えばさっきの Em、 私は実際にですね Em は、ここから親指を握り込んで4弦の4フレットを押さえることが多いんですね。これだと4つの弦全部鳴らした後に指の力を緩めれば音を止められる。指を浮かせて、弦に触れた状態ですね。これ指は離してないですね。弦に指は触った状態でフレットから軽く浮かせる。この音が切れます。これはカッティングミュートです。こんな感じで、全ての弦を押さえるコードフォーム、例えば B フラットとか、あるいは B マイナー、こういうフォームだったら、指を浮かせるだけで、全部の弦の音を止められるんですけども、 C とか F になると開放弦が多くなりますから、指を浮かせる方法だけだと音を止められないんですね。
なので他の方法で音を止める必要があるんです。で、大きくは2つあって、右手を使うか左手の空いた指を使うかっていう感じです。右手を使う場合は弾いた後に止めたいタイミングで右手の腹全体を使って弦を触れてあげる。これで音を止めます。左手の場合はですね、例えば F、 私握り込んでこうやって押さえますけども、空いた指、中指、薬指、小指ですね、こんな感じで音を止めていきます。これはカッティングミュートですね。なので全部のフレットを指で押さえている時には指を浮かせる。そうでない場合は右手で止めるか左手の空いた指で止める。この3つの方法を使い分けていきます。あるいは一緒に使うっていうことですね。実際にはですね、左手で音を切ることと右手で音を切るっていうことを両方使って確実に音を切るっていうのが、まあ、できればベストなんですね。私は無意識になんですけども、そうしてますね。いろいろ話足りないんですけども、今ちょっとね、カッティングテクニック全体の紹介っていう説明の最中なので、詳しいことは後ほど説明しますね。4つ目はですね、チャッキングですね。ウクレレの中だとこのチャッキングが一番目立つというか、音もアクセントが効いて曲中印象に残ると思います。カッティングミュートとブラッシングを同時にやるような感じですかね。こんな感じ。手のひらの腹、ここ小手って言うんですけど、ここで、あるいはその親指のこう付け根の肉の厚い部分、これを使って、弦を押さえ込む感じですね。ミュートみたいに軽く優しく押さえるんじゃなくて、こう弦を叩く感じですね。なので右手が勢い余ってこうボディに打ち付けられる感じですかね。それに合わせてできれば左手はカッティングミュートで音を止める意識で演奏してみてください。最後5つ目はですね、カラーピックですね。ウクレレは基本的にピックを使わないんで、まあ正確に言うとカラーストロークってことになるんですけども、言いづらいんでこの動画ではカラーピックって呼びますね。要するに右手は動いてるんだけれども弦を弾かずに素通りします。エアピッキングという空振りですってことですね。は？弦弾かないで何の意味があるのっていうふうに思われるかもしれないんですけども、これはリズミカルなカッティングを演奏する上ですごく重要なんです。例えば、8拍子のストローク、8ビートのストローク、普通はこんな感じでオルタネートで弾きますけども、1拍半のシンコペーションパターンだったらこんな感じになります。2拍目は空振りして2拍の裏をアップストロークで弾くって感じですね。でこれをこんな感じで、全部ダウンストロークで弾くのは NG です。音数が少なかったりテンポがあまり速くないときはなんとかなるんですけども、難しいパターンになるとカラーピック使わないと必ずどっかでつじつまが合わなくなっちゃってリズムが乱れたりよじれたりするんですよね。なのでこれはカッティングをやる場合の基本になるので、必ずストロークは一定のリズムでオルタネートさせて、弾かない拍はカラーピック。ということで、カッティングで使われる5つのテクニックのおさらいをしました。ここから先はですね、それぞれのテクニックを身につけるための掘り下げをしていきます。けれども、かなり、この動画だけでも尺がすごく長くなっちゃったんで、5つの個別のテクニックについてはカッティングことはじめ第2回以降で、詳しく説明していきたいと思いますので、ご期待ください。よろしくお願いします。